落合高行は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員。落合高行衆議院本会議質疑東京都、世田谷区生まれ。世田谷区立駒沢小学校、世田谷区立駒沢中学校、国学院高等学校、慶応義塾大学経済学部経済学科卒業。慶応大学卒業後、三井住友銀行に入校。その後、 枝田健二衆議院議員、松田光太参議院議員の公設第一秘書を務めた。二千十二年、第四十六回衆議院議員総選挙に、みんなの党公認で、東京六区から出馬したが、得票数四位で落選した。二千十三年十一月二十七日、特定秘密保護法の衆議院本会議における、採決で、みんなの党は、法案への賛成を決めたが、これに反発し、 離党。2014年5月に祝いの党、9月に維新の党の決闘にそれぞれ参加した。2014年、第47回衆議院議員総選挙に維新の党公認で東京ロックから出馬し、自由民主党前職の落ちた顔に2万病町の差をつけられ敗れたが、重複立候補していた比例東京ブロックで復活し、初当選した。二千十六年、民主党。 維新の党の合流により、民進党の決闘に参加。2017年9月27日、前原政治民進党代表が第48回衆議院議員総選挙に向け、民進党を事実上回答し、希望の党からの立候補を容認する方針を表明。同年10月1日、改憲推進派であった落合は、希望の党の改憲推進の公約や、寛容な保守を掲げながら、 民進党出身者の公認申請を特定の政策への賛否により選別する方針を批判し、無所属での立候補を表明。同年10月3日、希望の党は、元参議院議員、香川県選挙区の植松恵美子を擁立したことを発表。10月4日、落合は立憲民主党への参加を表明。10月22日に行われた総選挙に同等公認で、 東京6区から立候補し、自民党前職の落ちたかを1978票の僅差で破り、初めて選挙区での当選を果たした。なお、落合の選対が準備した選挙派が空き1万枚には、小選挙区は落合高幸と共に、比例は共産党という呼びかけが印刷されていた。2019年10月24日、重徳和彦らと共に、 直感の会を結成。直感は、目上の人に対して遠慮せずにいさめるとの意味で、新海派執行部へ、積極的に政策提言を行う意思を込めた。2020年、新立憲民主党に参加。12月、著書、民生立国論が、尾崎幸雄記念財団のブックオブザイヤー2020、国政部門大賞に選出された。ありがとうございます。